オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。皆さんこんにちは。パーソナリティの野瀬祐介です。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどを分かりやすくお伝えします。またリスナーの皆さんからのお便り紹介や講師へのインタビューなども随時お届けします。本日のアラカフェットの担当は大輔先生です。それではどうぞよろしくお願いします。 Bonjour à tous, c'est 大輔。皆さんこんにちは。アンサンブル講師の大輔です。本日もアラカフェットの時間が始まりました。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？今僕はフランスに滞在しています。留学から完全帰国した後も頻繁に吐沸しているので、フランスに到着すると、ああ、帰ってきたなぁ、と感じます。でも、日本のすべてがきちんと整った生活にすでに慣れきってしまっているので、フランスに到着した直後は毎回日本とフランスの違いに慣れるのにとても苦労します。一番最初に洗礼を受けるのが入国審査待ちの行列です。ほとんどの人はフランスに来るときはシャルル・ド・ゴール空港に降り立つと思いますが、入国審査で並ぶか並ばないかは本当に運だと思ってください。どれだけ到着した人が多くても、入国審査の警察官がたった二人で、しかも喋りながらダラダラと審査するなんてことはザラです。この入国審査待ちのスペースは、携帯電話の使用は禁止されていますので、いくら待ち時間が長くても携帯を使わないようにしてください。ムシュ、シルブプレーと怒られちゃいますよ。写真撮影はもってのほかですので、つい、行列長いナウと写真付きでツイートしたくなっても我慢してください。なんとか入国審査を済ませてパリまで行く郊外電車 RER に乗ろうとしても、券売機がまともに動いていない、自動改札機が動いていないなんてこともしょっちゅうです。自動改札機がずらっと並んでいるのに動いているのは一つだけで、これだけということがよくあります。動いているのを見つけるのもゲームだと思って乗り切りましょう。さて、ようやくパリに到着して地下鉄に乗り換えたくても、降りる人が先、乗る人が後という習慣は基本的にはありませんので、大きなスーツケースを抱えて降りる人を待っていると、いつまで経っても乗れないなんてこともあります。パドンやエクスキゼモアと言っても通してもらえないときは、エクスキゼモア、レッセモアパッセシルブプレー、通してくださいと果敢に乗り込んでください。でも決して降りる人を無視して乗ってくださいと言っているわけではありませんので、あしからず。最近は混雑時などは駅に係員を置いて、降りる人が先です、扉の前を開けてお待ちくださいという試みも見られ、少しずつ改善されてきてはいますが、日本に比べるとまだまだですね。そんなこんなでようやくパリ生活のリズムを取り戻してきた僕ですが、フランス語の講師をしていても頭を急にフランス語脳に切り替えるのは結構しんどいんです。昔はよく使っていた単語が出てこないということはしょっちゅうですし、一日中フランス語だけで生活するので、一日の終わりにどっと疲れが出たりするんですよね。ですから皆さんもフランスに来た時、あんなに勉強していたのにとっさにフランス語が出てこない
というようなことがあっても、あまり気にせずに、セラビ、それが人生さ、と環境の変化に戸惑っている状態もぜひ楽しんでもらいたいなと思います。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕、大輔がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部はアンサンブル講師サラ先生のご紹介です。では早速本日のフランス語レッスンを始めましょう。先ほど動いている改札機が一つだけでこれだけと言いましたが、今回はものすごく短い表現でそのこれだけ、それだけという意味を表す言い方を覚えていただきたいと思います。本当に短いので正解を聞いたらきっとそれだけと言いたくなる、そんな表現です。今回はノーヒントでいきたいと思います。さてフランス語では一体どのように言うでしょうか。正解はくさ、くさ、くさ。接続詞のく、これ、それという意味の指示代名詞さの2語でできています。発音も短くくっさ。今それだけと思った方、さあ一緒に言ってみましょう。くっさ。くは否定を表す副詞ぬと一緒に使って、ぬ動詞く何々という形になると、何々しかほにゃららないという限定を表す表現になります。Il n'y a que ça? それしかないのですか? Vous n'avez que ça? それしか持ってないのですか?などの文章の最後の2語、que ça だけが残って、それだけという意味で使うことができます。僕は大阪人なのに話にオチがないので、友人からよくそれだけと言われてしまうのですが、皆さんも会話の中でそれだけと言いたくなったら、すかさずくっさと使ってみてください。またこのくっさの前に何も何々ないという意味の不定代名詞リアンをつけて、リアンクサというと、たったそれだけと、それだけをさらに強調することができます。リアンクサの後ろにびっくりマークをつけると、たったそれだけかという意味で使えますが、そんなにもという全く逆の意味で使うこともできますので、ぜひ使ってみてください。ちなみに、このびっくりマークは正しくは感嘆符と言い、フランス語ではポアンデクスクラマシオンと言いますので覚えておきましょう。いかがでしたか?今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録ください。それではまた、アビアントー。大輔先生ありがとうございました。アラカフェットは日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、
フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして、番組の第2部では、昨年11月よりオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセでレッスンを開始されているサラ先生を私野瀬雄介がご紹介します。フランス語講師歴は2007年から10年以上というサラ先生は、明るく元気なレッスンが魅力です。どんどん発言を促しながら、フランス語の自然な語彙と表現が身につく、とても活発なレッスンを行います。サラ先生が話すフランス語は、発音がしっかりしていて聞き取りやすく、なおかつ発音矯正を得意としていますので、レッスンを受講するたびに確実に自然なフランス語が身についていくのを実感していただけます。受講されている生徒様からは、明るく前向きな先生なのでモチベーションが上がる、温かい雰囲気の中にも繊細さや厳しさがあり、もっと話してみたいと思わせてくれるといったお喜びの声をいただいています。最近フランス語学習がマンネリ化してきた、モチベーションが下がっているという方にぜひおすすめしたい講師です。ではここで講師からのメッセージをご紹介します。みなさんこんにちは、サラです。アンサンブルアンフランセの教師です。アンサンブルアンフランセの生徒さんはとても優しいです。私はアンサンブルアンフランセの生徒様のために頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ぜひ参加してください。Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis professeure chez Ensemble en français. J'ai environ 5 ans d'expérience dans l'enseignement du français. J'aime beaucoup donner des cours de français à Ensemble en français parce que les élèves sont très agréables et souvent motivés. C'est pourquoi moi aussi, je voudrais donner des cours motivants et agréables. Ensemble en français!メッセージからも講師の人柄が伝わってきますね。明るく元気なサラ先生のレッスン、ぜひ一度受講してみてください。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、 iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしています。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前、アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしています。それでは皆様、また次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。